集合。校舎の周りを何周も走る部員たち、何の部活か分かりますか？今回のあの部活に注目。紹介するのは空き教室などを利用して練習に励む木島商業高校ボクシング部です。木島商業高校ボクシング部は2009年に創部しました。練習は主にこの教室で行っています。指導するのはボクシング部を立ち上げた森田隆弘監督です。部員は3人ですが、土日や祝日などは小中学生も練習に加わるそうです。校庭での走り込みのほか、シャドーボクシングやミットへの打ち込みなどおよそ2時間練習します。フットワークや体の使い方を覚えるため、ゲーム感覚の練習も取り入れています。この教室に専用のリングなどはなく、決して環境が整っているとは言えません。ですが、この限られた環境の中からも県内外で好成績を残しています。森田監督は、確かに練習環境も大事だが、個人個人の努力次第で良い結果は残せると、部員たちの練習に取り組む姿勢を重視しています。中学時代全国大会で優勝経験もある成富丈一郎選手に話を聞いています。この練習場所なんですけれども、よくテレビとかで見るのはこうリングがあって鏡があってっていうのをイメージするんですけれども、こちら何もリングがない教室でこう練習されてますけれども、初めてここの練習場所を見てこうどんな印象を受けましたか？いや、特に今までそういうリングがあるところでやってなかったんで、特に別に何も違和感はなかったですね。だからなんかそんなうまく、やっぱ基礎的なところを重点的にできるんで、別に違いはあんまりないと思いますね。逆にこうないことでメリットがあるとかいうのは感じたりしますか？やっぱ人数とかも少ないんで、先生と1対1で練習ができたりとかができるんで、いいと思いますね。これからまだまだ大会とかいろいろあると思うんですけれども、高校生のうちにどこまでこう勝っていきたいですか、目標を？やっぱり目標はインターハイで優勝したいと思っています。